やば、4日連続配信してんだ私。どうしちゃったんだろう。マスク外そう、嫌です。AKB48 の桑里奈ちゃんと西川瑠衣ちゃんが卒業してる。今日なの？なんか嫌だね、卒業が多くて。なあこちゃん、桜ありがとうございます。寂しいわ本当に。卒業が多い。なんか後輩の卒業すごい見てる気がするのは気のせいかしら。後輩って私の木の下に一つしかないはずなのに、後輩の卒業やたら見てる気がするのは私の気のせいでしょうか。今週かな、すっぴん隠しです。今日はね、ちょっと自分のすっぴんを見ると病んじゃいそうな日だったので、マスクをつけてます。桜餅みたいなやつありがとうございます。桜のイベントやってるから、みんな余ってたやつあったら投げてくれると嬉しいな。確か無料だから。舞台家の力でなんとかしてなんとかするかな。できるかな。今日からだったっけ。そう、今日からなの。桜見ました？桜なんか帰り道とかでチラッと見た。みんな元気か。強く生きような。マスクでかくね。単純にこの形が似合わないだけなのか、それともマスクがでかいのか。恐ろしいぐらい駐車場から出ない。何故？何々ゆえゆえ。春になると和菓子食べたくなる。ああいいね、桜見ながらね。車検です。本当か。車検だったらなんか表示出ますが。そうやって気を引こうとしてる。舞鶴公園の駐車場。舞鶴って大堀だよね。その辺よくわかんないんだよね。もつ鍋今日はちゃんと乾いた。生乾きせずに。うん、頭痛い。寝すぎて頭痛いの私。
夕食後に昨日の残りのクッキーを食べてるな。いいね、クッキー食べたいな。ライトアップ終わったから花見客一斉に出る。あ、なるほどね、そういうことね。私のショールーム見てるから出れないかと思った。全然違った、全然物理的な理由だった。高秀さん、誰もありがとうございます。卒業公演が続くね、もう。次はみなちゃんでしょ。なんかさ、こんなにさ「卒業」っていう二文字がさ、なんかぴったり日常にくっついてくることってあんまないじゃん。なかったからさ、なんかしょんぼりしちゃう。うん、しょんぼりしょんぼり。まあ3月4月は仕方なす。3月4月ね、まったく慣れてしまった。絶対に慣れちゃダメなのよ。慣れないでくれ、頼むから。待って、メールを送ろう。春は出会いと別れの季節。確かに、今のところ別れしかないんだよね。今のところは本当に どんどん日用品が売っていってる。いや、そんなに増えてない。てか昨日から増えてないよ。頭かち割れそう。ロッキー入るやん。ロッキーは、まあ、春じゃないじゃん絶対。知らないけど。で、春には出会ってないじゃない。ロッキー成功粉22歳ぐらいらしいね。そうなんや。もうマスクしてるのをいいことにあくびをしまくる女。ひょっこりツアーでお披露目だけするかもよ。あ、それはある。年上の後輩は接し方に困りそう。そうだね、年上ね。18歳の後輩とかね。こんな機能ついたんだ、なんだそれは。桜餅ありがとうございます。桜餅っち。うちさん、桜ありがとうございます。なんかみんながそのなんだっけ、ロッキーロッキーってウキウキしてるのを見るとみんなって新しいもの好きだなって思う。あ、でもオタクってそういうもんだよね、私含め。
か新しいもの好きだけど普遍が好きみたいな、それがオタクの差ですよ。アンニュイな気持ちになっちゃう。一期生好き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 。そうだから今日のまとめ、オタクは新しいもの好きのくせに、なんだっけ、変わらないものが好き。それは私も一緒。子さんになりたくて必死なんやで。子さん。まあまあまあ。そんなもんだよ。大丈夫。私のオタクのオタクとしての私の人格もそうだから。仲間だって思いながらいつも見てる。見てる。そうだよ、子さんとして幅を利かせたいんやで。白目白目すな。ゆんちゃんは漫画は読まないの？漫画は読むよ。さっきも読んでたよ、ネットで。りみかちゃんの夢は知りません。立派な夢ですよ、きっと。生はわしが育てた。わしが育てた。てかマスク熱いんだけど、もう絶対向いてない、マスクしながら配信するの本当にやだ、苦しいわ。まあでも楽しみだよね。人ってさ、嫌でもどんな環境でもさ、2,3 年もすれば慣れちゃうから、やっぱ新しい風って必要だなと思うよ。イキリオタク、ワイ、あの6期生オーディションから目つけてた。マウント。無理なんだけど、面白すぎる。あまりにもマウントすぎる。ドラ3も5期も6期も入るの確定するまで、何、星になっちゃってるのよ。花粉症にはなれないんですが、まあ花粉症はね、なれないよね。それはもう体調的なあれだから。まあでもあれじゃない、花粉症もさ、まあ大体3ヶ月とかで終わって、でまたその次の年になるからさ、そう、年がら年中花粉症だったらなれるんじゃない。慣れたくはないけど。最近知り合った人のすごいよくわからないね。そうだよね、私もそれ思うの。なんか、ま、みんなやっぱマスクしてるからさ、久しぶりに、なんだろう、たとえ元から知ってる人であっても、ずっとマスクした姿しか見てないからさ、たまにマスク外してんの見るとさ、あ、こんな顔だっだなみたいな。なんかマネージャーさんとか、それこそあの久しぶりにお会いするスタッフさんとか、今回のツアーでだから、あ、こんな顔だったなみたいなことが多くて。そう、それこそマスクもそうだよね。なんか別に前はなくてもよかったけど、今はもはや
なんかつけてそつけないで外出ることがちょっと違和感みたいな。もう慣れって怖いよね。うん、なんかやっぱ人ってさ、見えない部分に何だろう、そういう興味をかきたてられる気持ちがすごくよくわかる。なんか勝手にマスクの下ってこういう顔なんだろうな、こういう顔なんだろうなって、まあ、よくないことなんだけど、そうやって想像して外した時に、あ、こっちかみたいな、こっち系の顔ねってなることがあるから、まあ、いいのか悪いのか分かんないけどなかなか、ね、嫌な時代ですねいい時代なのか良くない時代なのかよく分かんないですけども私は割とコロナになる前からマスクすっぴん隠しにつけてたから、そう、なんかすっぴんジャージ姿で街に駆り出すからさ、本当良くないと思うんだよ。人として良くないと思うんだけど、人として女として女性として、まあ、良くないとは思いつつもなんか私たちってさ、なんか集合時間の後に、まあ、メイクする時間も用意されてて、メイクする時間を見越しての集合時間だから、なんか別にすっぴんで出歩いちゃってもいいやって思うんだよね本当によろしくない。ゲレンデ効果ってやつですね。そうなんかな。マスクとアイマスクしたメンバーなら誰だか分かんなさそう。真のオタ、それは強すぎる。ジャージというかレッスン着というか。まあ、すっぴんに。私の顔のこのすっぴんでおしゃれな服着てもなーって感じって思っちゃうの私は。もうね、メイクする時間が惜しいの。髪の毛アイロン通すぐらいはしとけばいいなって思うけど、それすら惜しいからもつ鍋、さすがにもつ鍋では歩きません。これは部屋着なのででも私の友達はこの同じブランドの何柄だっけ、なんかの柄で普通にこのなんかの柄着て生足で歩いてるよ。だからこの間街歩いてて変なやついるなって思ったらその子だった。あの格好で外出る人いるんだって思ったらいて、しかも知り合いでちょっと気まずいっていう。そう、これなんか確かサイズが結構なんか 4L とか 5L とかだった気がするから、めっちゃでかいのね。ワンピースだから、人参、待って、人参かな、人参説あるよマジで、人参説あると思う。確か人参買ってた気がするんだよな。人参か何買ってたっけな。いや、人参だった気がしなくもないんだよな。そうだったら面白すぎくない、すぎくないって、日本語やば。すごいな、ずっとここ触っちゃう。少女漫画だったら好きな人にばったり会って顔から火が出るばっちり。それや、練乳私持ってるな人参マジで人参だった気がしなくもないんだよねこのマスクしたことないけど快適、快適なんじゃない。私あんまりこのマスクつけないからさ、配信だからいいやって思ってつけて消費してるけど、普段あんまりつけない。でもみんなつけてるから心地よいんじゃない。なんかこの辺の空間はめっちゃある
でもそれで呼吸がしやすいかって言われたら別に普通のマスクと変わらん。まあでもこれつけたらメンバーとお揃いになるしいいんじゃない。お揃いでええやん、ええやん、ええやん。そう、ヘアマスク、ヘアマスク多分化粧が取れにくいやつだと思うけど、まあ、リップが取れにくいんかな。全然この辺当たってるからそうでもないけど、そうでもないんじゃないかなって思うけど、リップは絶対取れないと思う。ふわ、はあ、いいねこのマスク。あくびしてもマジでバレないっていう。このタイプ、メガネ曇らんから助かる。確かに曇ってない、すごー。外して畳めるのが確かにね、そうなんかね綺麗だもんね。あ、首の音聞こえる感じ、気まずいね。関さん、セレクション時メイクってキメキメ出すのかな。セレクションってどうなんだろうね。私セレクションを経過してないから分かんないけど、でも合宿の時はすっぴんだったりしたし、うん、で表に出る時はちゃんとメイクしてた、自分なりにだけど。でもそのなんか HKT って入ってからメイクレッスンしてくれるのね。メイクレッスンをしてくださって、なんか自分でやってたメイクが何もかも違ったっていうショック、カルチャーショック。なんかありがたいよね、なんかそういうさ、メイクレッスンとかもさ、 HKT に入ってなかったらもうなかなか機会はないわけでさ。絶対、しかも私は自分でなんかそういう風に勉強するのが苦手なタイプで、なんか情報を調べるけど、なんかいろんな情報を見比べすぎて結局どれが合ってるのってなってパニックになるタイプだから。パニックになるタイプだから、なんかこれはこうですってもうズバッと教えてくれて、で本当に助かった。メイクレッスン本当に本当にありがたかった。そう、そんなのあるのよ。メール来た、よかった。週末写メ会だね、楽しみだね本当に。やっと直接会えるよ。本当にパニック諦めじゃなくて変わらなくね。結局何も手につけてないんだから変わらなくね。でもパニックかな、諦めじゃない、もういいやとはならないかな。それはメイクとかはね、まあ、勉強ってなったらさすがに諦めると思うけど。パニックになってわーってなって、わかんないわかんないってなって、なってる間になんか別の物事が飛び込んできてそっちに切り取られちゃうみたいな。ゆきさんはメイク配信とかついにメイク講座的なのやってない？やってない。
メイク配信いつかしたいね。需要あるか知らないけど。そう、みんな私の顔がどうやって完成いくのかという様を見ててください、その時は。ぴゃん、メイクにこだわりありそうだけど、こだわりあるかな、あんまりないかも。うん、こだわりではないけど、絶対これは私に似合わないなっていう色は使わないようにしてるけど、でもそれぐらいじゃない。シャミ会ちょっとでも話できればいいなと。確かにね、できるのかな、話はできるよね、さすがに。そう、なんかどれくらいの時間なのか私見当つかなくて。半分だけメイクしてみたい。あ、確かにそれありだね、半顔メイク。うん、内容に関わらず配信に需要がある。いや、それを言ってくれるほど嬉しいことはないよ。クリナの配信でスピンで登場してる。まあその時はね、なんかその日の気分とテンションによる。シャメ会初めてなのかな、シャメ会っていう形は。そんなにかな。写メ会でも、通称と写真会とかはあるけど、写メ会はどうなんだろうね。私が今までツーショットを撮ってきたあの会は一体何会だったのか。愛ちゃんのさじ加減次第で話す時間が増える。そうなのかな。まあでもある程度は決まってると思うけど。本店もない、本店さん、本店さん、 JKB さんの握手会の抽選でしょ、多分それかな。握手会の延長線上の写メ会ってこと。アルバムでやってる。ロドスか、ロドスじゃない、やってるか。私メガネかけて参加してたよね確か。あ、それだったらあるかも。なんか意外と何か分からずやってるっていうところあるよね。09にはいなかった、多分ちょうど092の期間が終わって入ったぐらいじゃないかな。で、そのお披露目の時のツアーで人差し指やってたでしょ。なんか懐かしい。092とか。でもね、AKB さんの握手会もなんか全然だもんね。なんかあの日常が嘘みたい、本当に。テーブルが設置されてるシャメ会はシャメ会だ。それだ。それだそれだ。じゃあ言うてそのくらいかな、多分 HKT の方は初めてだと思う。楽しみだね、しゃべかい。あ、そうだから衣装着て撮るやつは初めてだよ。
ワクワクだわ。スタッフさんが撮ってくれるのじゃん。あ、そうなんや。ほんほんほん。あ、抽選の方は確かにあのファンの方が撮ってた気がする。サメ会とか緊張しすぎて行きたくない。そんなことある？来て。すぐに来て。好き好きスキップはシングルだけどシャメ会があったよ。すげえ。そっか、あのファーストシングルだからってことかな。すぐに行ったら後でかそらん。なんでそんなこと言うの。まあすぐに行くんだけれども、すぐに来てください。喉が渇いたのに目の前に何も飲み物がない。この危機的状況を一体どうしましょう。オンラインはほぼ積んでないに等しくて、東京のシャメ会も流れたのでマジでツアー早く来てくれって気持ちです。ほんとや。まあでも今週終わって来週だからね。ワクワク。通ってくればよき。はん、ちょっと遠いかな。みゅ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 。見てチェキーって思って見せようと思ったけどさ、多分これまだ公開しちゃダメなやつだから見せれなかった。チェキーチェキー、むふむふ。そう、アイヤさんの撮影でね、いつもチェキー1枚ぐらい余ったやつ持って帰ってでもいいですよって言って持って帰ってくるんだけど、大体でも大なんか何どうしたらいいか分かんなくて、ずっと自分のチェキがたまり続けるっていう。自分のチェキな、人のチェキならさまだ大事にできるけどさ、自分のチェキってどうしたらいいか分かんなくない？まあ、自分だからそりゃ捨てるのちょっとためらうけど、まあ、かといって人にあげるのもなーみたいな感じ。弟にあげたら携帯に飾ってくれるかな。絶対しないんだろうな、そんなこと。多分部屋に放置されちゃうと思う。かわいそう。かわいいお姉ちゃんのチェキを。弟いたのね。だって弟いるよ。売ってください。身内こそいらないんじゃ。いらないかな。でもアイドルのお姉ちゃんのチェキだよ。いらないか。兄弟って意外と他人だよね。なんか親子のつながりよりもよっぽど薄いと思う。仲は別に悪くないけど、かっこいいとも言ってない。やだー。弟いるの初耳。初耳ですかね。そう、とりあえず前してたんだけど、他のメンバーと最近なんか同じ撮影の時間帯にトレードできる子がいないっていう。弟は何歳？弟は18歳だよ。弟は18歳ですよ。
私は17歳だよ。18歳かな、19歳かな、どっちなんだろう。ミュンの配信見出したわりと最近だから。やだとからして姉をアイドルとして見てるのかなって思う。絶対見てない年上の弟、まあさぞかし複雑なんでしょうね視聴者プレゼントで、まあまあまあ視聴者プレゼントはねまた後日考えましょう女子としては見てるのかな。女子として見てたらそれはそれでキモくないそしたら私絶対喋りたくないんだけどまあまあまあ多分女子としては見てないし、多分アイドルとしても見てないと思う。彼は私のこと多分なんかいるなーぐらいだと思う。全然私の活動興味ないし、もう自分のゲームにしか興味ないからねあいつは全く。何でもいいけどさっさと免許取ってほしいんだけどさっさと免許取って私を映える場所に連れてって写真を撮ってほしいの、インスタ用の何を言ってるの。弟は足にするものでしょう大丈夫、ちゃんと払うものは払うから大丈夫、ガソリン代も払うし運転代も払うし例えば彼女連れてきたりとかある。いや絶対連れてきたりはしないと思うで絶対教えてくんないの、できても教えてくんない。あいつは絶対に腹立つわ、言えよって感じまあまあまあ二十歳の誕生日ぐらいに何かいいブランドものの何かしらをあげようとは思ってますけどもあしたのためのキスまあ多分こういうとこなんやろうな、あの姉として慕ってくれないのはこういうとこなんだと思う。いやいい財布がおすすめ袋が欲しかった。おー参考になるね、すごくそれはすごく参考になる弟は私のことをお姉ちゃんと呼んでます私もお姉ちゃんにいつもお願いしてる。かわいいやん。お姉ちゃん呼びかわいいよね。わかる。もうそこしかかわいいところがない。
何食べたいっすか。何食べたいかな。何も食べたくない。なんかお腹には別に何も入れなくていいけど、口がちょっと寂しいから、なんか噛むものが欲しいな。僕のお姉ちゃんって呼んでもいいですか。どういう感情。錯乱しすぎ、落ち着いて。一回外をお散歩でもしてきていただいて。ステーキ場ですか。おお、いいね。お姉ちゃんはいまだに名前にちゃん付けって呼んでる。かわいい。いいね。私みんな、なんか兄弟のことなんて呼んでるか気になる。結構人それぞれだから調査のしがいがありそうですね、それは。昨日言ってた辛ラーメン買ってきた。チゲ鍋みたくして食べ、うわー、食べたいもの見つかった。辛ラーメン食べたいの、私も。うわー。私も辛ラーメン食べたい。長男をお兄ちゃん呼びで、次男は名前呼びです。果たしてそこの違いとは。辛いやつ？そう、辛いやつ。子供の頃、兄のことを鬼、姉のことを言うと言う。かわいいね。春アニメ。春アニメ何があるか全然わかんないんだけど。だから、でも呪術廻戦しか見てないんだって。だってね、春アニメを調べよう。一覧。窓まぎ外伝。コナン勇者やめます。まで私春アニメとか夏アニメとか全然そういうの追っかけないかも。なんかだいたい1年後ぐらいに見ることが多い。かっこの言い名付け、かっこ石川海人さん。ねずこちゃんの声優さんの方、内田真彩さん。不思議駄菓子屋、面白そう。そっちっていうの。あ、スパイファミリーあるじゃん。あ、スパイファミリー私見るかもしれない。だってコナンホラー界見たらちびった。やだ。なんかコナン君のホラー界って怖そうな。そもそもあの犯人の真っ黒の顔がすでに怖いのよ。嫌なのよ。高秀さんハートありがとうございます。スパイファミリーはね、まあでも言うてる割になんか漫画の試し読みの最初の方を読んだだけっていう。でもアニメあるならアニメ見る、楽しみ。ちょっと窓まぎの外伝気になる気。この
さ3秒後野獣合コンで隅にいた彼は肉食でしたってさ、え極種不動あるじゃん。ちょっと話がどちらかりすぎ。この合コンのやつってさ恋愛ものかな。タモちゃん綺麗ありがとうございます。綺麗。マスクをじっと見てたらウルトラマンに出てきた。ゲシュタルト崩壊するやつや。セブン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 。ウルトラマンセブンを一番よく見てました。市役所マークちゃんハートありがとう。デジタルハートかわいいよねこれ。生誕かなんかで漫画についたのよ。あれじゃない博多誕生会じゃない。みんな博多誕生会どんな感情で見てるあれ。なんかすごい楽しいけどみんなどういうテンションで見てるんだろうって思ってちょっと不安なんだけどいつも。あ、ウルトラセブンなんだ。ウルトラマンセブンじゃないんだ。覚えとこう。む、そんなことある。む、なんかセブンだっけ、なんかさ敵の女の子役めっちゃ覚えてる回があって、女の子が2人いて確か敵役なんだけど、なんかこうやって手をこうしたらなんかその敵の姿に変わるみたいな、こうする前はめっちゃ可愛い女の子2人なのになんかこうしたら敵のなんかすごい姿に変わるみたいなのシーンがあって、私それめっちゃ覚えてるんだけど、セブンで合ってんのかなあの話って。全然記憶にないんだよね。微笑ましく見てます。しょぼんみたいなふんっていうかそんな感じ。ふんふんふん。湖の秘密。ああ多分それかも。湖に出てきてた気がする。結局あの敵は何だったんだっていう。あんな湖の秘密ちょっと見よう。秘密女優ちょまち。うん。わかんない。なんかなんかさよく考えるとさウルトラマンって結構怖くない？ウルトラビット星人。ビットトラセブン。ウルトラセブンの12話は封印されて再放送する。なんで？なんでできないの？ああ多分この人だ。多分この子だわ。顔が確かこんな感じだった。あ、3話なんで遊んで。博多誕生会のやつの書き直し終わりましたか。終わったよ。終わったよ。ケーキ投げるタイミングが見計らってる。セブンといえばキングジョー。キングジョー？なんか誰か私と一緒にウルトラマンを見てくれるメンバーはいないかね。いないのかね。
うわこれだわ、ピット星人。うわ怖っ、キモキモ怖っ。ダン、ほーウルトラセブンね。ウルトラマンって映画できるくない？あれはウルトラ何？普通のノーマルな方かしら。前がメンバーになるまで待って、永遠に待って、それは永遠に待たなきゃいけない私は。ウルトラマン。12は放送できないのは非バック星人って紹介してる相談対象で。ああ、なるほどね、そういう感じね。そう、新ウルトラマン、その新って新しい意味じゃなくて、そういう新ウルトラマンという名前なのかしら。ウルトラマンってあと何があるっけ。ティガっていた、もしかして。セブンセブンセブン。新ポテトの同類よ。なるほどねとはならんのよ。ゆうとっちさん、桜餅のなんかありがとうございます。太郎、ウルトラマンマ、マンマ、マンマ、太郎とかエースとかティガ、長野くん、長野くん、長野くん、私長野って聞いた、宮城しか出て、長野くん。調べよう、長野くん。ティガって調べればいいのか、ティガウルトラマン。ティッカ、あー、この長野くんね、長野くんさんね、なるほどね。そうなんだ。ダイナって可愛い名前。すごいね、なんか意外と知ってる人がやってた、言ってダイナはあれだけど、鶴野さん。へえ、そうなんだ。トリガー Z リプット、ほほう、太郎って長男じゃないのに太郎なんだ。そうなん？長男じゃないん？まあまあまあ、でも太郎が長男っていうのも固定概念ですからね。固定概念崩してこうって感じ。セブン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 。仮面ライダー派なんよ。仮面ライダーは、仮面ライダーもあれなの？仮面ライダーとウルトラマンって同じ時代？仮面ライダーってどんくらい前からあるんだろう。電王
まあ知ってるかな。全然違う。あ、目がかゆいわ。目がかゆいと思ったら、私は今日まだ花粉症の薬を飲んでいなかった。それは眠たいわ。眠たいわじゃない、それは目かゆいよ。仮面ライダーってそんな前からやってるんだ。驚き。すごいね、年代物、アンティーク。まさかのね、配信でウルトラマンの話が広がるとは私も思いませんでした。新しい手の振り方。桜餅ありがとう。ファン層のなせる技よ。ありがてえ、ありがてえ。うちも映画とかスペシャルになるとたくさん出てくる。プリキュアもやで。プリキュアね、あれが好き。オールスターズ、未来の友達っていう。何ちゃんだっけ、なんとかちゃんが出てくる。キュア、マジでど忘れ。キュア、キュアなんとかちゃん。未来の友達。永遠の友達。プリキュア。あ、そうだ、キュアエコーだ。キュアエコーが可愛くて一番好きなのに映画しか出てこないっていう。そう、あゆみちゃんって子だ。よいしょ。マックスハー。でも普通のプリキュアだったら、テレビのプリキュアだったらあれが好き。プリキュア5。なんか全員が敵のなんか悪くなる仮面かぶせられて、全員なんか心失っちゃうのが結構怖くて印象に残ってて好き。プリキュア、プリキュア、プリキュア。プリティでキュアキュア、二人はプリキュア。私もね、大きくなったらね、プリキュアになれるって思ってたんだよ。でも慣れなかった。悲しい。プリキュアの話してたら充電
のやつで遮られた。慣れますよ、ワクサ。そんなことないよ、慣れるよきっと。そう、諦めなければ夢はね叶うんだよ、知ってた。10% 通知ですか、バレた。鼻かゆいんだけど、めっちゃ鼻かゆいんだけど、もうまた 20% 通知。 20% 通知って2回も来ることある？はあ、 20% になるから、もうそろそろ終わろうかな。私ずっと湯船沸かしてさ、沸かしててさ、ずっと放置してるんだ。もう冷めちゃうよそんなの。プリティでキュワキュワ。アイドルってプリキュアに近いものだと思ってるよ。悪い敵をやっつけたりはしないけど、まあ元気をね届けるっていう意味では一緒だし、まあ、それぞれのね個性を生かして人に元気を届けるっていう意味は一緒なので、まあ、実質私はプリキュアっていう話ですよ。ぬるくなってるのはね、追い出きという文明の利器があるんですよ。まあそう、ただ一つ悔いがあるとすれば、あの変身コレットっていうの、まあ、たとえそれが変身できないとしても、変身コレットは無理にでも親にねだって買ってもらえばよかったなって思う。じゃないと今でもあの時買っとけば変身できたのではっていう幻想を捨てきれない、あのすごく惨めな17歳になっちゃうからね。ちょっとやっぱ大事。そういうおもちゃをねねだることってすごく大事だと思う。今からでも遅くないかな。もう販売終了してると思うんだけど、遅くないかな。フリマアプリで見つけて、フリマアプリで見つけて買って変身しようかな。そう、一回プリキュアにねなって空を飛ぶ夢を見たのよ。もうその時の夢の楽しさが忘れられなくて、もう一回見たいって願った日から一度も見れてないの。本当にしんどい。しかもその夢でさ変身しようとした時も全然なんか変身の手順がうまくできなくて、全然覚えきれなくて、え、振り覚えと比例してるのかなって思いながら、でその時は多分アイドルじゃなかった時期だからあれだけど、なんかすごい振り覚えが遅い伏線がもうあの頃から貼られていたんだなって思って、ちょっと複雑な気持ち。そう、変身の手順がうまくできなくて、なんか中途半端に変身して、そう、まあ、空飛んだって言ったけど、空飛ぼうと思って最初は順調だったんだけど、徐々に変身のあれが甘いもんだから、ちょっと墜落しかけるっていう夢を見たことがあります。いやー、なんかやっぱ変身願望をねすごい刺激してくるね、プリキュアは。すごく素晴らしいものですよ。地味にリアルだね。ねー、なんか容量悪くて変身の手順覚えられないのがマジでリアルすぎて切ない気持ちよ。でも楽しかった。世界を救うプリキュアになる気分はすごく気分が良かった。起きてからも。
プリキュアになりたいよ、私は。プリキュアになりたい人生だった。はん。30分ぐらいに終わろうかな。みんな私が湯船に浸かりながら寝ないことを祈ってて、まあいっぱい寝たから寝ないだろうけど。壇上読んでもいいかしら。プリキュアの衣装劇場に送ろうかな。送ってくれたら着ようと私。寝るほど疲れないじゃないですか。ちょっとごもっともなんすよ。みんな私がプリキュアになれることを祈っててください。ちょっと壇上読みます。壇上読みます。13位高秀さん、12位エイミーさん、11位昆虫学者さん、10位ウッチーさん、9位俊太郎さん、8位フランさん、7位敏郎さん、6位よっちゃんさん、5位エリカさん、4位ポロタンさん、3位タクさん、2位ユートッチさん、1位タオちゃんさんです。ありがとうございます。パチコラパチコラ。あ、そう、プリキュアね、もう一個好きなのがあって、もうちょっとだけプリキュアの話させて。そう、プリキュアね、あの東せつなちゃんっていうフレッシュプリキュアのに出てくる悪役の子がいて、もすっごい美人なの、まあ、美人なのはまあ全然関係ない話なんだけど、なんかその子は最初は敵役だったのに、なんかちょっといろんな事情があって主人公たちと普通のなんか普通の人に擬態して主人公プリキュア側の子たちと仲良くするフリーみたいなしてて、気づいたらプリキュア側になったっていう話がすごく好きです。いや本当にプリキュアはいいぞっていう話でした。ウルトラマンの話をして、プリキュアの話をして、童心に帰るような配信でしたね。素晴らしい。そう、胸熱胸熱。配信ありがとう。やっと駐車場です。あ、よかったです。ちょうどよくちょうどよく、はい、駐車場出れて安心ですわ。気をつけて帰ってね。私も気をつけて湯船に浸かります。今日も見てくれてありがとうね。じゃあちょっと私はお風呂に行ってきます。バイバーイ。おつみゅん、おつみゅんやで。バイバーイ、おやすみ。